テレビつけたままで、すやすやどんな夢見てるの。ねえダーリン、脱ぎっぱなし、靴下も裏返して。ベースコードを硬化してある状態です。今回は、パステルのブルーのカラーを使っていきます。平筆に取り、ダブルフレンチを描くように深めの場所に色を置いて、このようにフレンチのスマイルラインを描いていきます。フレンチのスマイルラインが歪んでしまった場合は、筆をきれいにして、筆先でラインを整えます。そしたら一度硬化します。そうしましたら、もう一度、フレンチの上を二度塗りしていきます。そしてもう一度硬化します。そして、ここで一度全体にトップコートを塗っていきます。最後はマットコートで仕上げるのですが、ここで一度、トップジェルを使ってしっかりとした厚みを出しておきます。そして爪先までしっかりと覆って硬化します。では次にパレットの上に、ベースで使った、同じ水色のカラーを少量足します。そこに、アクセンツのジェルプレイブリングオンのこちらのソフトジェルのタイプのクリアのジェルをパレットに少量出します。量は、少し、カラーよりも気持ち多めに出します。そしてこちらをお互いよく混ぜ合わせます。こちらのジェルプレイブリングオンはソフトジェルになってのタイプなので、アセトンに溶かすことができるので、ハードジェルで混ぜるよりかはリムーブするときに簡単で、私はこちらをのやり方をおすすめします。では次に、細筆に持ち替えていただいて、今混ぜ合わせたジェルを少量すくいます。まあ普通に絵を描く肝心の量のジェルを筆に取ります。そしてまず描くのは、線を真ん中あたりに1本2本の線を描くので、まずそれを描いていきます。中心を見て、中心からちょっと離れたところに1本と、また中心から左側にちょっと間を空けた一本を描いていきます。気持ちうっすらぷくっとした感じに線を引きます。ちょっとわかりやすいように絵を描いてみました。線の乗せ方は、まず一度目の下絵を描くときに、まずここが爪だとして、まずその爪の上にこうさーっと、まあ、ジェルを、線のジェルを置きます。横から見た時に、描いたジェルの乗せ方がこのような感じだとしたら、硬化をさせて2回目塗る時に、乗せる感じはこう上にまた被せるんではなくて、まあ、点々は失敗例です。こう乗せるんではなくて、今度は1度目の上にさらに、細く乗せるようにすると、さらにくっきりとした線になります。
もし二度塗り目で、くっきりとした感じにならなかったら、もう一度、三度目を塗っても大丈夫です。三度目もなるべくこの二度目の上のみに乗せてカラーを足していきます。このようにするとどんどんぷっくり感と高さが出て、はっきりとした線が出来上がります。このように、一本、一度目の線を引きます。そしてもう一本隣に、間を空けて線を引きます。そしてこのようにできたら、一度硬化をします。では次にもう一度筆にジェルを取って、今度はこの線と線の間の真ん中の部分に別の模様を描いていきます。真ん中から始めて、S の字を書くように動かします。今度はまた真ん中から反対に向かって行ってきます。しっかりと中心の位置が合うように気をつけながら描いていきます。そうしましたら一度硬化します。では次にもう一本ずつ線を引いていきます。今度は少しだけの間隔を空けて同じように細い線を引きます。反対側も同様に行きます。そして間にドットを描いていきます。真ん中から始めて、均等な間隔を空けながらドットを置いていきます。爪の大きさにもよって、かける量が決まってくるんですけども、もし空いてるところがあったりしたら、何かもう一個付け足してください。私はここでもう一個、ここにラインを引いてきます。左右対称になるようにしっかりと確認しながら、なるべく同じ位置に描いていきます。では、一度硬化します。では、二度塗りをしていきます。一度塗り目の線の上にジェルを乗せて、べったりと筆を使って塗るんではなくて、筆から落としたジェルを筆先で優しく触って動かすような形で塗っていくと、一段目の上だけにジェルが乗って、ぷっくり感を出してくれます。一度同じタイプの線を二度塗りします。縦のこの4本のラインが二度塗りできたら一度硬化します。では次に今度は真ん中の部分を塗っていきます。粘り気のあるこのジェルなので、角を立てたジェルをすべて落とし、ドットの上に落としきるまでゆっくりと乗せます。
で、一度硬化します。そして最後の部分を二度塗りしていきます。では、硬化します。あまりこのぷっくり感が、浅すぎると、最後にトップジェルやマットコートジェルを塗った時に、ジェルで思い込んでしまうことがあるので、この時点でぷっくり感がまだ足りないなと思った場合は3度目または4度の、ジェルを足していってください。そうして最後、すべての絵が描き終わった後に最後にこのフレンチのスマイルラインを同様にこの上に線を引いていきます。このように一度線を引いてたら硬化します。ではもう一度スマイルラインの部分に二度塗り目をしていきます。そして硬化します。ちょっとぷっくり感が少ないので、もう一度塗ります。では、硬化します。では、最後にブルーの部分のみにマットコートのジェルを塗っていきます。しっかりと爪先まで覆って、硬化させたら完成です。ねえ、ダーリン、ねえ、ダーリン、またテレビつけたままで、すやすや、どんな夢見てるの？